はい、どうもゆきおでございます。本日はね、下北来ちゃった。下北来てます。めっちゃ久しぶりやん。そうで、夕暮れ時から飲んじゃおうっていうことでちょっと下北来たんですよ。で、昔よく通ってたお店がありまして、そちらに久しぶりに行こうかなと思っておりますね。そんな感じでございます。暑い。そろそろなんだけど、いやでも超久しぶりなんだけど、普通に来るのマジでまともに来るのなんて、何年ぶりとかになっちゃうのかな、もしかして。あ、今そこで女の子が出てたとこですね。オープンにしてくれました。お店の名前はクオーレフォルテですね。こちらで今日はちょっと飲んでいっちゃおうと思います。まあピルマですけどチャオ。いいっすか。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。ゆきおとワイン。一杯目はフランチャコルタをいただきます。うまっ。うめえ。目の前の黒板に分かりやすくメニューが書かれてますね。あとはね、乗ってないので、ふわふわのニョッキ。ふわふわのニョッキ練らないで、粉の量もすっごい少なくして、もうグルテン本当に出さないんですよ。あとは、花ズッキーニのフリット、モッツァレラチーズとスパムルタチーズとアンチョビ1本入れて、すげえ。フリットとか、あ、いいですね。あとはガマゴリみかんがあるから、ガマゴリみかんとフェンネルのサラダ、七味焼きのサラダ。じゃあそれと花ズッキーニひとまずお願いします。はい、渡しました。はい、ガマゴリみかんとフェンネルのサラダ。ありがとうございます。オイルはポデレルイーザのオイルと、ビネガーは、グラチアーノのビネガー使って、わお、ガマゴーリミカン、ガマゴーリミカンと愛知のガマゴーリミカンと、で、フェンネルが何だっけ。フェンネルは、埼玉の岩槻で作ったボラベティグラッツェいただきます。うまい。めっちゃうまっ。なんか8時メンバー合ってる。なんかみんな忙しくなっちゃったもん。なんかそれぞれのお店もあるから、なんかなかなか、行きゃ会えるんだけどね、多分。だからそれをね、先で行ってなかったから。この前ね、あれ慎吾くんとこ行ってよ。行ってなかったから、11ビストロ運転、あ、11学大のところ。みかんめちゃめちゃ甘いね。甘いよね、すげえ甘い。おいしい。フェンネル爽やかです。めっちゃ甘い。暑い。なんか、あ、そうなんだ。結構5時からバーって来る。へえ、そうなんだ。合わせていきましょうか。ありがとうございます、はい、お願いします。 おーいあれ、まあせっかくなんで旬ミノワじゃないですか。旬ミノワでもいきましょうか。わお、まあ、ちょっとしか残ってないんで。素晴らしい、ありがとうございます。新しいやつですね。20年だ。これはギャーテですか。ギャーテですね。へぇー、ルトル503のマルバジアディカンディア、カンディアディアロマティカ。はい、ありがとうございます。ちょっとアロマティックなお酒なんですけど、
釜氷とちょっと合わせて。素晴らしい。いただきます。はい。あ、大丈夫です。どうですか。あ、もういいと思います。大丈夫です。おお。あれだよ、しゅんくん友達なんだよ。みなくん。あれそうなんですか。ダチです。アンドレアのとこにいる時と、で去年行ってるから、最初ストッパーとアンドレアのとこに働いてたじゃん。これもだからあのストッパーの時に2回くらいやって、で18年の時に行ったのが、あれかもしれない。で自分でやるよとか、やりました。すげえ、何個か畑持ってて。みんな見に行った。行った、うん、あ行きたいな。去年行った時に、去年、うん、あ、うまい、合うね。うまいよ、うん、めっちゃ合う。みかんと合うね。うまっ。大変そうだったけど、でも、なんかやっぱりね、すごい楽しそうだったよ。自分で作れてるし、醸造所も曲がりだけど、なんか好きにやってるし、で、畑行って畑で飲ましてくれた。へぇーって飲んで、で、コッパ買ってきてくれたやつを畑で食べて、これ飲んで、もうね、最高だね。もうね、その旅のクライマックスあったかもしれないです。もう一杯ワインいただきました。ブラインドですか。答えは後ほどいきます。ちょっと怖いです。それ嫌です。ありがとうございます。いただきます。ちょっと何これ。めっちゃうまい。これなん、今いただいたワイン色がすごいけど、ちょっと泡発泡してるね。めっちゃうまな。何これ、何これ、ロゼなの。何なのこれ。色がなんかでもすごいね。ロゼ、うん、ロゼだよね、はい、そして あ、大丈夫ですか、取った。ありがとうございます。では花ズキーのフリットです。まあ、中はモッツァレラチーズとスパモルツァチーズとあとアンチョビ1本入れてフリットにします、めっちゃうまそう、はい。うわ、うまっ。まだもうちょっと悩む。結構これむずいと思う。うん、タイミングいい時に行くよ。どういうこと。イタリアだよね。イタリアなんそうだよね。だから一瞬シャンパーニュかと思ったんだけど、分かるよ。一瞬シャンパーニュのような気がしたけど、でも香りの感じはイタリアのワインなんだよね。分かる。要はシャンパーニュと同じように作ってる。品種もエロノワール。ああ、そうなんだ。だからといってあったったわけじゃないから。あ、そうなんだ。すげえうまいシャンパーニュあるよね。そうだから、すげえうまいシャンパーニュでちょっと開けて立って、なんかよりなんか馴染んでる感じのあの味わいになっててもおかしくないなと思ったんだけど、でもイタリアなんだね。マジかい。すげえな。イタリアですから。やっぱこういう作っちゃうってすごいなと思って。すげえ、なんかめちゃめちゃ香りもあって、味もしっかりあるけど、なんか心地いいよね。なんかね、全体が心地いいから、全然飲めちゃうっていう。重心低いけど軽やかさ、そう。なんかもう、何この飲み心地っていう答えいきます。あ、そうですね。お願いします。ダニーレ君の14年のピノネーロ。そういうこと。14年、5、6年取ったのかな。すげえ。14のロゼ、昨日だよ。あ、ユリが一番やったから。まさかの、すごこちらってことね。やば。
花好きフリットうまい、チーズもめちゃめちゃうまい、これワインに合っちゃう、くー腕相撲たけしさん一番強いの？ひかるちゃん、しお、ひかるちゃん、しおちゃん、ゆうり、しおちゃんじゃないですか。あ、すげえ、たぶん筋トレとかもしてるから、うん、筋肉はあるんだよね、たぶん未接近はある、使えない筋肉、使えない筋肉え、結局誰が強かったんですか。結局ひかるちゃんがダントツ強かった。ダントツ、うん、何それ確かに肩甲骨がやっぱり上に、へえ、何これ、どこ、あ、どこにあったの、ここら辺、おおちょっと待って待って、慣れないとすげえやられてる感じがするんだけど、おグッと押し上げる、おお来てる、来るでしょ、めっちゃ気持ちいいよ、うん、声おかしい、やば、おお、でも結構強いね、強いよね、でもまだ3レベル3ぐらいレベル3ぐらい、レベル何枚なんの、あ、ごめんね、ありがとう、これどうやって止めんの、司会っつったってなんかいや全然なんかグダグダな、なんかあーこれがなんか、スタートですみたいな、こんな感じ、こんな感じでずっと、あ、じゃあどうぞぐらいのぐらいのやつ、あの回で、うん、みんな知ってもらってるの、まあ確かにね、そうかもしれないね、お願いします。イエス、なんか食べたい。さっき言っちゃったから、イカとセロリって、サラダっぽい。サラダとかマリネっぽい。瞬間マリネみたいな。イカとセロリ、お願いします。カラマリメッツォビアです。いいね、夏っぽいね。あと半分量ぐらいですね。あ、そうですね。全部違うから、本当に一気に地区テデで作ってる、地区テデション降りた行ったけど畑は行ってない、そうそうそう、観光で行っただけ、うん、ロッサの18年、うん、へー、今現行で19年もリリースしてるんだけど、18の方がマセレーションの期間もちょっと長かったり、なるほど、するんで、あ、うまっ、あ、うまっ、うまいよね、美味しい、ディグリアの方はやっぱ小麦がやっぱり取れない分、なんかトロフィエとか作ったりとかしても絶対にジェノベーゼにジャガイモとインゲンが入るのはかさ増しですね、そう、イカといい最高やあ、合いますね、グラテさすが、めっちゃ合う、うまっ、うまっ、うまっ、面白いですとにかく好きだから、パーチナスタートかもしれない。パーチナスタート。そっから下ってって、西の方を例えば行って、うん、マレマの方行ってもいい、で、マッサベキア行って、すごい、そしたらモンタルチーノ行って、それこそサンタマリア、イルパラディーソ行って、で見れたら、なんか、見れたら本当はなんかビオディサンティとかの方が見てみたいけど、どんな感じなのか、ね、アメリカってグイよだよね、きっとだと思うよ、ビオディサンティは特にそうだと思うけど、そうだよ、ね、畑だったらね、そうだよ、最高です。ああ、ガス飲み比べよう、ブドウはあのリボラ、うん、リボラなんで、
で作り手がダリオ・プリンチッチとクリネッツっていう生産者で、クリネッツの方は16年で、ちょっとね、なんか酸化熟成的なちょっと雰囲気があって、でダリオは、まあ、いつものことじゃあ18年のリボーラ、どっちもリボーラ、どっちもリボーラです。イエス。スロベニアなんでリボーラはネブーラっていう名前になりますけど、なるほど。そうなんですね。マスナーに集中してネブーラ、ネブーラです。ありがとうございます。コールフォルテでございます。ではでは、パスタでございます。ありがとうございます。レモンパスタでございます。どうぞ。これこれ。これなのよ、レモンパスタ。あれ、バター、バターも使ってる。バター使ってます。バター、チーズ、レモンの皮、果汁、あとは、あのローズマリー少しを溶かして。最高ですね。あ、いい香り。うまに幸せでしかないレモンとバターとチーズ最高です。超うまい。ローズマリーの香りも最高。めっちゃワインに合います。合っちゃうんです。いただきました。ブラインドで来ちゃいました。何だべかこれ。北の方の雰囲気あるよね、なんとなくだけど。でもアルコールの高さが北じゃない気はするけど、でもなんか香りがあると意外と清涼感もあるし、酸もちゃんとある。酸ある、そう、酸があるから、だから標高高い、高いと思う。標高高い場所、南でだってそんなに、あ、あ、あれなると、あ、え、あ、え、あ、え、え、あ、あ、え、え、と思っちゃう。あ、バレた。バレたとかじゃん。え、と、な、寝れるの。お、あ、マジで12年。12年しかも。カラブレッタ。しかも、あの、ビニベッケ。へ、え、ぇー。
うまいよね。うまい、めっちゃうまい。しかもこれネレロって名前で出してんだ、ちゃんと。そう、ネレロマスカレーゼで出した。12年か、なるほどね。つかアルコール16%もあんだ。16ある。16って書いてあるよ。高いと思ったけど16って書いてあるよ。やばいね。こんなある。でも そこまでは感じない、さすがに。やば、ほんとだ、やば。あれじゃん、ギリチョンじゃん。ギリチョン、もうギリギリ大丈夫なんだね。でもだからもう頭打ちだよね。もうこれ以上は上がらない。よくこんな上がったの。確かに、すげえだ。でもなんかその重く、そのアルコリックで、なんかその重くて辛いみたいな雰囲気がないから。そう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 。食べる。半分持ってますか。もちろん。いいですか。いける。いきます。いきます。すげえ食うね。いっちゃいます。こんな感じで食うの。めっちゃある。めっちゃある。めちゃめちゃうまそう。めっちゃいい香りするね。しかも結構コーションも、ああめっちゃいい香り。レモンとバターの。うまそう。めっちゃジュージュー、めっちゃジュージューいってる。やばこれもバターとレモンだから、さっき食べたパスタと同じ、さっき食べたパスタもバターとレモンだから同じようなものになってるけど、俺これが好きだから全然いい。ブドウはアレアジコっぽいなんで、ちょっとマスカット臭がする。イエス、いただきます。アロマティック、そうだ、知ってる。ついに日本で10億作れるやつ、1対1で合理性ゼロで、今度は100%で、まあ、結局合理的、一番合理的な、3年後しかやってない。4年後しかね、オリンピック、うめぇ、オリンピック、確かに、うまぁ、でも、そうだよ、ね、握りまくってなんか作れるね。でも、まあ一定ありつつ、あれ意外とね、ないよね、そのやばいやつ、やばいことだったらダメだけど、原価はめっちゃうまい。そう、これにめっちゃ合う、これうまいよね。あめちゃめちゃ合う。たまに2000杯フォークしたかな。そうだよ、幸せでしかない。幸せでした。あ、ごちそうさまでした。いや、そのスタイルじゃないでしょ。いつも違うでしょ。ごちそうさまでした。すみません、いつも。あ、すみません、ありがとうございます。ごちそうさまです。いただきます。じゃあねー。いや、見てないんかい。見てない、見てるんかい。ありがとうね。じゃあね、また。ごちそうさまでした。食べて飲んじゃって、食べて飲んじゃっても、いい気分ですってことで、だいたいいつも、なんか一人で飲みに来るときはこんな感じで飲んでおります。はい、ということで、ただ本当にただ飲んで食べてるだけだったね、俺ね。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。下北沢の街は夜は比較的静かですね。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ゆきろございました。ただ皆様、じゃあね、バイ。